あ、疲れましたね。皆さんこんばんは。こんばんは。やば。あ、今日はね、著作権フリーの BGM をかけながら久しぶりに届けしようかと思っております。ということでね、今日もありがとうございました。見てもらえましたかね。わー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 、ありがとう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 。そうなんです、実は私今日でね24歳になっちゃったんですよ。困ったもんだ。24歳、あっという間ですね。小学校の頃は22歳までがお兄さんだと思っていたので、もうおじさん2年目です。あらまあ、はい、という感じなんですけどね。うん、てか聞こえます？ちょっと音がでかいかな。こんなもんでいいかな。うんうん、そうそう、ありがとうありがとう、みんなありがとう、ありがとうございます。配信見てくださいましたかね。見てくださった方ありがとうございました。めちゃめちゃに面白かったと思います。うん、まあまあまあ、おじさんって言われますけど、間違えた、おじさんって自分では言いますけど、現場とかでね、あの二個下の衣装さんとかにですね、おいくつなんですかって聞いて、その時23だったんで、あ、21なんですって言って、あ、そうなんですね、僕の二個下だって言ったら、えってなってね、あの高校生ぐらいだと思ってましたみたいなことを言われてマジかって感じですけど、まあでも何通りかですね、なんて言うんですか、その話この間もしてたね、うるさいですけど、あの何回でも話すから聞いてくださいよ。そう、結局そうですね、高校生と間違えられることもそこそこあるということで、まだ大丈夫かと思っております明日から学校、もうよかったですね、いいですね、学校行けるのいいですね、いいですよ、学校楽しんでください。ちょっとまあいろいろと制限とかかかってきちゃうかもしれないけど、うん、あ、俺の変身ポーズ最高だった、めっちゃ笑ってた、ありがとうございます。ちょっとね、事前にちょっとだけ見て、ちょっと実際にやったことなかったから分かんなかったんですけど、マジマジマジ色っつって、ね、なんか僕たちの変身とか割とやっぱやってきてるから、ちょっと違うことやったら面白いかなと思って、せっかくひろやさん出てるんでね、やってみました。はい、年齢確認はされないですね、まだね。バブの世界でバブちゃうで。今日入学式でした、おめでとうございます。結構遅めかなと思います。うん最近知ってくれた人もいますね、ありがとうございます。そう、恋型のボックス買ってきます、ありがとうございます。特典の写真もついてるんでね、この声温めますか。懐かしいですね、何度でも見てほしい。同い年だったことにびっくりでした、マジか。お肌綺麗ですね、ありがとうございます。でも最近ね、あの肌がちょっと荒れてんよ、日焼けしたんかな、日焼けなのか花粉なのか、まあ、ストレスはそんなにないですけど、なんかそういうのっていろいろ少しのことでも感じてなくてもストレスとかってあるって言うじゃないですか、そういう理由なのかよくわからんですけどね。例えばせいやさんだ、わーい、ありがとうございますありがとうございます。そうそう、僕ねマジレンジャーも見てたからね、今回のねその返信もね僕は見てたものだったんですよね、だからそれやらせてもらえてすごく楽しかったですけど、うんうん息子が憧れてます、そして親父はファンになりました、応援してます、ありがとうございます嬉しいですねそう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 、
日は楽しかったですね、めちゃめちゃに。うん。でも、あ、また質問が見えない。このバグいつ治るんだろうか。困りましたね、困りましたね。Hello, I'm from Vietnam. Thank you. ハロー、ハロー。Thank you for commenting to me. 合ってんのか？間違ってるか？まあいいでしょう。せいやさんがハートをしてくださってありがとうございます。今日、流走のイベントだったんですよ。ありがとうございます。でもそうですね、昨日もお仕事させていただいて、今日もお仕事させていただいてと、23歳の最後と24歳の頭、お仕事できるっていうのはすごく嬉しいことだと思っております。すごくありがたいですね。まあね、でも明日も朝早いので、ちょっと今日はちゃんと時間を厳守でやっていきたい。30分ぐらいでやっていきたいと思います。はい、ケイトも来たのね。わいわい、ありがとうございます。お風呂はもちろん今からですよ。だってこの髪型見てくださいよ。僕はいつもストーンってなってますからね。うん、メンバーからもプレゼントもらいましたか？もらってないから今度もらいに行こうと。つなきと、改めてお誕生日おめでとう。ありがとう。ケイトね、ストーリーもありがとうね。ストーリーあげてくれたんですよ。そうそう、ありがたいですね。私も今日誕生日です。おめでとうございます。嬉しい嬉しいね。お誕生日も一緒なの嬉しいね。うんうんうん。未だに流走拳で遊んでます。ありがとうございます。ニハオ。読めないけど中国語が来たからとりあえず言ってみようということです。私のために英語話せますか？I can't speak English って言ったら、 I'm not good at speaking English. Sorry, sorry って感じですけども、なんか英語でコメントくれれば返せたら返したいなと思いますけどね。返せんのかって話ですよね。はい。体調管理優先してね。ありがとうございます。嬉しいです。うん。何もらいに行こうかね。家とか買ってもらおうかな。はあ、はい。ということでね。何を話そうか、何かありますか？成人式ね、成人式は楽しかったですよ。久しぶりに会う友達とかがいてね、やっぱり楽しかったなって思いますけど、成人式ちょっと前のことになっちゃうんだよな、意外と。あっという間ですよ。時は過ぎるのあっという間なのでね、皆さん気をつけてください。本当にこれも何回も言ってますけどね、ちょっとね、はい、すいません。はい。はいはいはい。そう、光源氏くん、いいね、光源氏くんに出演させていただくんですけれども、うん、そうですね、結構特撮の先輩とかいたりして、追加戦士だ追加戦士だとか言われてますけども、追加戦士としてね入っていくの初めてだから、それはそれで嬉しいんですけども、うん、でもやっぱり先輩とかってこうずっと言われ続けるんだなって思いますね。それはすごくありがたいことですけれども、千葉雄大さんとかもやっぱり未だに言われるわけだし、まあでもそうですよね、そういうつながりがあるってなるとなんとなくとっつきやすいというか、こっちからも声をかけやすいというかね、そういうとこありますよね。うん。英語は何歳から始めましたかってことですけど、僕は勉強、普通の学校の勉強でしかやったことはないです。英語の発音は発音記号でやったんで、もうこれがもしいい発音いいっていう風に言っていただけるのであれば、発音記号は真面目にやったというようなとこですかね。ははうん、やばい、くしゃみする。くしゃみしちゃったよ。24歳の抱負、うん、24歳の抱負ですね。24歳はそうですね、難しい。でもやっぱりそうですね、結構どんな演技面について言いますと、どんな相手に対してでも気負いせず堂々とお芝居をすること、すごい緊張しいなんですね。すごい緊張しいだから何ですかね、緊張すると頭真っ白になっちゃう、やばいってなっちゃったりするんですよね。うん、だから、うん、そこちゃんと
自分らしさを出せるようにちょっと頑張っていきたいと思っています。くしゃみ今頑張りましたよ。バクシャーンってならないようにね。はい、頑張りました。誕生日にコメント読んでもらえたら最高の誕生日フレンズになる。最低読ませるのはダメよとか言ってね、読んじゃうんですよね。そうですね、皆さんコメントありがとうございます。すごく嬉しいよ。バクションとは言わないですけどね。あははダンスは独学です、ほぼ。まあちょっとだけね、ほんの一瞬ダンス部入ってたんだけども、そのマジで一瞬、4ヶ月ですぐに振りをもらって踊るような感じだったので、基礎とかの練習がそこまでたくさんはできずにですね、ちょっとやってたっていうにはちょっと申し訳ないというか、やってたとは言えないような感じですかね。うん、こんな感じだよ。私もデコヒロシ、俺がデコヒロシなんて一回も言ってねえよ今日は。やめてくれよ、気にしてんだよ。でもおでこ出し、もう全開しましたもんね。エルモアゼルで全開しましたけど、それでも似合うって言ってくれたりして嬉しいですよ僕は。はい、うん、うん、そうそう、なんかねリール上げたじゃないですか。リール動画ね、結構再生回数としてはすごく伸びていてすごくありがたいんですけれども、なんかあの一覧のタイルのあるじゃない、インスタのさ一覧みたいな、あのリールとかさ投稿とか全部載るところは、そこにリールが表示されない、なんでっていうのを SNS で聞こうかなと思ったんですけど、うん、おでこ全開は自分で言ったんだ、そうだ。パカパッパカパッパカ。 BGM はね、なんかね、フリー素材に、ね、使ってます。著作権フリー BGM で調べて出てきたやつを使っています。使わせていただいております。はい、新学期始まって友達とうまくやっていく方法があったら教えていただきたいですということですけれども、友達とうまくやっていく難しいですね。でも大体なんだろう、どの学校だろう、何学校だろう、中高大わかんないですけど、中学高校に関してはまあクラス一緒ですもんね、ずっとね。で、人数もそんなにさほど多くないかなと思うんで、まあ、とりあえず話しかけることですかね。あとは共通の話題、あとはね学校行事とかあったら勝手に仲良くなるとは思うんですけども、一緒に楽しむっていうことがやっぱ重要なんじゃないでしょうか。どうかな、分かんないけど、大学とかに関しては一番最初にできる友達になかなかずっと一緒にいるっていうことはないってことも多いんでね、そこは難しい、付き合い方は難しいですけども、まあ一期一会を大事にした方がいいとは思います。うん、あ、お誕生日お祝いのイラスト書いて DM で送って大丈夫ですか。もちろんです、僕ね、あのちゃんと見てます。あのなんか既読こそつけられないですけれども、皆さんからの、そうですね、リクエスト、 DM のリクエスト見てますよ。いいねとかできないけど、あれですけど、ちゃんと見てるんで送ってもらったらちゃんと読んでます。あざす。そう、なんかね、あれだ、何回もね手紙とかなんかどうやって送ったらいいですかっていうのはありますけれども、事務所、僕検温っていうところに所属しててですね、そこに、そこの事務所宛に送っていただければ僕の方に届きますので、よければちょっと調べてください。あの研究の件にですね、音楽のオン、書き順が簡単にしようとしてもうまくいかないということですけども、研究の件に音楽のオンで検温です。ちょっと調べてみればわかるんじゃないかなと思います。なんかまあサイトとかあると思うんでね、そこちょっと見ていただければと思います。はい、ダンスが上手になる秘訣とかありますか。僕のダンスがもし上手いっていう風に感じるのであればですけれども、そうですね、一つ一つの動きを自分でかっこよく見えるように研究することですかね。完コピするっていうなったら、その角度とかを本気に合わせるってことになってきますけど、自分らしく踊るっていうことに関して言うのであれば、自分がいいと思うポーズをこうね、なんかトントントンってつなげていくわけですよね。動きって結局はこう一コマ一コマのこうつながりだから、例えばダメだな、
わかんない。オッケー、そういうこと。まあ分かってくれ。今ので分かってくれるだろう。僕を3年生にしたら、ありがとう、おめでとうございます。運動会何が好きでしたか？僕はリレーですね。リレーの、これアンカーとかで走るのが楽しかったですね。うん。学級委員はやったことありますよ。僕みんながやらないからやったことあるんですけど、なんかね、うん。やりたくてやったわけではなかったので、なかなかあれですけど、緊張はします。無理です。緊張しないようにためにやることは難しいですね。その演技に関しては役に入り込むとかいうことでやってますけど、まあそういうことを聞いてるんじゃないのかなとは思いますけど、緊張はします。無理。僕は緊張しまくります。無理です。はい。ケボンダンスはこの場所じゃ踊れないんじゃ。うん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 。20代で食の好みは変わりましたか？変わったような気がしますね。なんか、そうですね。意外と昔あんま好きじゃなかったものが好きになってきた。好きではないですけど、食べられるようになってきた。克服できるようになってきたっていうのがあるかなと思いますけど、僕の舌はね、未だに細胞が多いんですよ。若いんですね。若いとね、苦いものとか、辛いものとか、ちょっと苦手だったりするんですよね。なんかコーヒーとかがビールとかが美味しく感じてくるのって、こう舌の未来ですね、細胞がどんどんなくなっていくことによって味を感じるところが減っていった結果として美味しく感じるらしいんですけどね、わかんないですけど、僕の舌は若いです。はい。就活辛い、頑張れ。勉強のモチベーションを上げるのは未来の自分を思い出す、思うことですかね。やっぱ未来のことを考えて、それにそう未来の自分を思い浮かべるんですよね。将来自分がなりたい自分に なるんです。今の自分がなるってこと。なんだろう、この啓発みたいな、自己啓発みたいなのちょっとやめてほしいですね。その未来に自分がこうなっていたいっていう像を思い浮かべる。で、そうなってる、自分が今そうなってるっていうふうに思い浮かべると、今自分がしてる行動に対してそれがそぐわない場合、それが違和感として感じるわけですね。あ、なんで今これやってんだろうみたいな、あれこれでいいのかなって思うと、自分のその行動がおのずと変わっていくというようなことですね。やってみてくださいよ。はいはい、ありがとう。みんな検温ってやってくれる、やってくれてる、嬉しい嬉しい、ありがとうね。そうやって言ってくれるのありがたいです。みんな優しいからね、僕のファンの人たちみんな優しいんですよ。ふふふ、はい。ハッピーバースデーって直接言ってくれてるの嬉しいですね。 We love you, thank you。 嬉しいですね。おめでとうな、ありがとうな。流走チンチペンペン、いったいった、しかも間違えた。はい、誕生日ケーキに食べるのは何味？メロン。何でもできるタイプ。何でもね、ぶっちゃけで何ができないかって言われる、できないことはあんまり思い浮かばないんですよね。何事もある程度できちゃうんですけど、ただまあずば抜けてできることがないっていうのがやっぱりめちゃめちゃ自分としてはちょっと悲しいですかね。めちゃめちゃ早口、そうなんですよ。やっぱね、今日もめちゃめちゃ早口なんですけど、めちゃめちゃみんなめっちゃ早口って言うじゃん。なんなん、たくさんね読みたいなと思って、早口早口早口、うるさい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 。あれ、だいぶもしかしてコメントが上に行っちゃったかな、ちょっとすいませんね。あ、でも大丈夫だ。オッケーオッケー。クラス会で周りはなりたい子となったけど、私はなりませんでした。まあそういうもんですよね、結局は。まあ、そうですね。難しいですけど、今のそのクラスになっちゃったことは変えられないのでね、そのことになったかどうか、なったのが良かったかどうかっていうのは、これからの自分次第かなっていうふうに思います。例えば今好きな人と一緒じゃないっていうことになったとしても、その時にクラスで一緒になった友達と仲良くなれば絶対良かったって思えるだろうしね。そう、変えられないことを嘆くよりも、変えられることを変えるってことですよね。まあ何偉そうなこと言ってんだ、ごらって感じですけど。 OK、 What gift do you want? 難しいですね。何でも嬉しいな。 I wantLove。 何言ってんだって話ですけども、まあその気持ちがこもっていれば何でも嬉しいですよねって思います、僕は。はい、どこ出身ですか？僕は東京ですね。東京でずっと東京にいます。コメントは読んでますよということで、筋トレ続きません、助けてください。オラオラ、何やっとんじゃ、オラオラ、いいんかそんなんで、ええんか、あ。ちょっとスパルタ風に行ってみます。マイケル流行ってシティボーイ、シティボーイ、シティボーイ。でもね、部活と勉強しかしてこなかったからね、まあ、最近はちょっと都会に繰り出すようなことはあるかもしれないですけど、
どの角度も顔が綺麗ですね。わあ、嬉しい。嬉しいですね。そんなこと言ってもらえるのは、ちょっと僕いろいろとコンプレックスありますけれども、そうやって言っていただけるのは嬉しいですよ。竜奏者1話目から応援してます。ありがとうございます。やっぱね、竜奏者見てくれたりした人ってすごく多いのかなって思います。うん。今日もすごく楽しかった。本当に。やっぱり安定ですよね。安定感がある竜奏のメンツと一緒にいると楽しいですよ。時間があっという間に過ぎますね。伸び伸びと言っちゃいましたけど。何部？僕はバスケ部ですね。バスケ部やってました。途中まで中学高校の最初の方までやって、ちょっと何もない時期があってダンス部に入って4ヶ月で引退したって感じですかね。ランドセルの色は僕は黒でしたね。まあでも黒と赤しかいない時代だったかな。紺ですけど、まあ、ほぼ黒みたいな感じですよね。最近すごい色あるもんね。メタリックイエーみたいな感じ、すげえなと思いました。まあ、僕が学年上がっていくとやっぱで、まあ、1年の時に買うんでね、途中で買えるってことはあんまないかもしれないですけど、茶色の子とかいろいろ出てきたりしてね、すごいいいなって思いますけど、やっぱ個性ですよね。最近はもういろいろとそういう風に個性出す自由が増えてきていいなって思いますよ。うん。歯が綺麗。いや、嬉しい。歯は嬉しい。褒めてもらえるの嬉しいですけど。矯正とかしないで済んでるのは本当に親に感謝って感じですね。役柄によって顔つきや雰囲気変わってすごいと思う。それはすごく嬉しい。まあでも変わらなきゃダメなんだろうなとは思いますけども。でも、そうですね。それを評価してもらえるのはすごく嬉しいですね。やっぱそうですね。なんかに、これやった時に、これあの時と一緒じゃねみたいなことを、まあ、そうですね、まあ、似てるって思うことはやっぱ 人はやっぱそういう風に思いがちだと思うし、同じ人がやってるからね、そういう風に言われるのはあれですけど、可能性としては全然あるけど、言われないように頑張っていきたいと思います。はい。キラリュウでもスメアクションしました。見てください。リールに上げてるね、アクションちょっと入れたような感じなんで、まあ、ちょっと顔映ってないかもしれないけど、出来上がったものをね、キラメージャー見たらしいんですけど、流走見れてないからね、私たちどんな仕上がりなのか分からなかったんですけど。スクショタイム、スクショタイムしてほしいってことですか。そうそう、スクショタイムね、そう、フォロワーさんが教えてくれましたけど、スクショタイムでスクショしてコメントが出てくる、コメントがあるんだよっていう人いるかもしれないですけども、アーカイブ残した時にそれを見てもらえればね、コメント逆に消えてるんでね、そこちょっと、うん、それでスクショしてもらえればなんかというふうに思います。憑依型なのかな。涙袋綺麗ですね。ありがとうございます。嬉しい。クマなのか涙袋なのかわからない。 What are you girls for this year? 難しいですね。 There is no girl butI'll do my best って言うとちょっとすごいあれですけどね。 I just watched Lupin Ranger vs. Pot Ranger vs. Researcher is very awesome. Thank you! 嬉しいですね。はいはい。コメントタップできん、タップできんの？そんな簡単に消えんの？わかんない。消してもいいんだけど、消すとなんかあれじゃない、アーカイブでスクショした方がいいかなっていうふうに僕は思います。だってみんなのコメント消えちゃうじゃんねって思いますけど、まあ一回一回やるのめんどくさいかもしれないですけど。おおおおおおお、英語の発音すぎません。嬉しいですよ。嬉しいですけどね、やっぱもしね、英語よりヤフとか来たら緊張してね、舌回らなくなるんじゃないかとかね、思うんですよね。そうするとやっぱ発音悪くなっちゃうんじゃないかなっていうのがちょっと懸念が材料になりますけども。うん、ふみやくんいるの？マジのすけ、おふみよくんいる？うみよくんじゃん。やっほー、来てくれたのね。ありがとう。うわわわ、嬉しいですね。うみよくんいるんじゃないの。嬉しい。ふみよくん仲良くしてもらってるんでね、来てくれるのすごく嬉しいです。
お誕生日おめでとうって言ってくれたし。マジノスケ、ほっぺ伸びるタイプですか？伸びるん、あんま伸びないね。早口得意そうですね。まあなんか早口言葉得意そう、まあ得意なのかな、わかんないけど、ベラベラ喋ってますよ。やっぱね、30分っていうそういう、ね、あのね、あの区切りがあるんでね。できるだけ早くやらなきゃと思って。おふみやくんが、ふみやくんがおめでとうございますって言ってくれてるんですね。ありがとうございます、嬉しいぞ。ふみやくんね、いや本当にすごいですよ彼は。リスペクトっす、マジ。やっぱね、役に対する向き合い方とかね、やっぱね、尊敬できる人が多いですよ。僕仲良くしてもらってる人本当に嬉しい。仕事に真面目なのはすごく大好き。Who did you celebrate your birthday today? Please comment って感じですね。コラボしてほしいし、いや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 、仲良くしてあげてます。なんつってなんやねん。コラボね、今度させてもらえたらいいなと思います。ふみや様に、はい、していただきて。はい。アイテクの子では朝起きてるので起きろって言ってください。あ、これをなんか使ってくれるとこですか。起きろ、遅刻すっぞしてもらってます。いやいや、いいんですよ、そんなこと言わなくて、訂正しないでいいんです。はい、ふみや様様には仲良くしていただいている身なのでね、はい、すいません、ありがとうございます、本当にお世話になっております、ありがとうございますって感じです。はい。はい、なかなかね。終わらんぜよ、もう少しで終わらないとあかんぜよ。マレーシアシェンリスフォン、Thank you, thank you。 ジャズウィンがかっこいい、ありがとう、嬉しいですね。うん。そう、ふみやくん20歳になりましたもんね。そう、20歳ってやっぱね、メモリアルですからね。ぜひ一緒にご飯に行きたいです、落ち着いたら、世間が落ち着いたら。なんかかっこいい曲が来たぜ。トン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 。何分までやるんです？もう本当すぐ終わりますよ。もうすぐ。うん。You're so beautiful. Thank you. 嬉しいですね。これはすごく嬉しい。うんうん。タツに元気でしたか？元気でしたよ。はい。もしかして英語でコメントした方が喜んでもらえます？そんな可能性はちょっとあるかもしれない。Can you make a wink? はいはい、ちょっとぶりっこしました、すいません。はい、曲はそうです、フリー素材です、著作権フリーです。やばい、もう少しで終わらなければならないということでね、ちょっとコメント嬉しいですけれども、そうですね、ちょっとコメントをこれから一回隠して、ちょっとスクショタイムやりたいかなと思います。あと少しでね、ちょっと明日早いんでね、すいませんねっていつも、すいませんね。一回コメントオフにしてオンにできるんだっけ、わかんないけど、まあいいや。ということで、ね、スクショタイム、よーいドン、一ノ瀬ポーズ。キュン、いつもね、この格好がいっぱいね、ふみやくんとやったときちょっとうまくいかなかったから、もうキュン。そう、王様のブランチのね、TikTok もね、これから上がっていくかと思うので、ぜひ楽しみにしててください。一ノ瀬。ね、片目つぶるの癖なんですよね。なんか笑うとね、右ばっかりつくの気持ちよ。よくないですよね。顔のバランスが悪くなっちゃう。顔が歪んじゃう。はい、ということで、まあこんな感じに今日はこの辺にしといてやろうということで、今日はこの辺にしたいと思います。ということで、4月7日も8日もお仕事があって、とても幸せな23歳の最後、24歳の最初の一日となりました。ちょっとね、本当はね、私が出せることですが、ね、24歳になりましたっていうツイートをしようと思ったけどね、ちょっとね、考える分をね、作る時間がなくなっちゃったなーっていうような感じなんですけどね。
皆さんのおかげで、すごく素敵な一日になりましたということでコメントをオンにしてみたぜ、イエイということで今日はここら辺にしときますかね。この辺にしときますね。ウィンクしてごまかします。うまくできないから。よし、ということで今日はこの辺にしたいと思います。皆さんありがとうございました。すごく素敵な一日になりましたよ。これからもそうですね、一ノ瀬颯、24歳の一ノ瀬颯もぜひよろしくお願いします。そして、そうですね、これから先出演ちょっと控えているので、それもチェックしていただけたら嬉しいです。そうですね、あとは10日王様のブランチ出していただくのでね、ぜひ見てください。あとミラクル9も出るのでぜひ、絶対ミラクル9はちょっとかっこいいとこ見せられるかなと思うのでぜひ見てくださいね。ということで今日もありがとうございました。みんな大好きだよ。じゃあねー。